皆さんこんにちは、キャスター CB の小林です。今回ですね、スペシャルゲストに今年東大に合格されたヨシさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、以前の動画でですね、ヨシさん、まあ、分散合格ストーリーをですね語っていただいたんですけれども、はい、まあ、そこでもお話しいただいた結構ね、あの社会に不思議をしたということで、はい、今回はその東大も含めその社会の勉強法をですね、まあ、伺ってみようかなというふうに思います。はい、そもそもまあ東大はまあ日本史、世界史、地理からですね2つ選ぶという形なんですが、選択は何をされましたか？日本史と世界史で。日本史、世界史、はい、ということで、じゃあ今日は日本史と世界史のですね、はい、勉強法についてちょっと深掘りしていきたいというふうに思います。はい、じゃあ最初日本史でいいですかね。あ、はい、はい、日本史はどういうふうにこう勉強をまず大雑把に進めていったか聞きたいんですけど、はい、日本史は、まず山川から出てるあの書き込み教科書っていう、はい、はい、参考書、あの山川の教科書の記述がところどころ穴埋めになってて、でそれを書き込めるみたいな参考書なんですけど、それをメインでこうずっとその単語を穴埋めしていって、その覚えていくみたいな、そう、単語と流れを一緒に覚えていこうっていうのを 春ぐらいはやってました。なるほどですね。はい、ちなみ に結構東大の日本史って特殊じゃないですか。まあまあそうですね。はい、やっぱそれはそのセンター対策も兼ねて、まあてそもそも、はい、あのやっぱ東大の日本史特殊とはいえ、あのやっぱ基礎知識は単語とかは絶対必要なので、うん、まずそれを埋めようっていうので始めました。なるほどですね。はい、じゃあそれを、まあ、どのぐらいの期間かけては、そうですね、通試が全部終わったのが10月か11月ぐらいですね。うんうん、はい、じゃあ結構半年以上かけて、半年以上、はい、やって、はい、でその後は、その後は寸大から出てる日本史の論点っていう参考書で、それが論述のこうポイントとなるものをもうまとめてくれてるような参考書で、それを読んで、あと東進の金谷先生が書いてらっしゃる教会演習書というものがありまして、それがあの日本史の流れを全部図で書いてくれてるっていうので、あれを使って、あの近現代は結構流れをつかむのが大事になってくるので、東大はそれを使ってあの流れを追いかけながら、古代中世とかはあの論点を使ってポイントを押さえていくっていうやり方をやってました。ね、はい、まあ、それで、まあ、現役時代ずっと勉強して、はい、まあ、結構点数もね、はい、36点、まあまあ、そこそこ取れたよということで、まあまあ、で、はい、でまあさらにそれを浪人時代高めていったという感じですかね。はいはい、そうです。でもあれですよね、やっぱりこう東大合格者らしいなと思うのは、はい、あんまり多分こう1年間で手出しすぎてないなっていう、まあ、まずその山川の書き込みを使って、その後はまあ時代に分けて参考書を使い分けるという、はい、非常にこううまい使い方をしてるなと思うんですけど、はい、多分これ普通の受験生だとまず2ヶ月で1冊やって、次にまた1冊1冊1冊、結構いっぱいやっちゃうと思うんですけど、あとなんか混乱して一問一答やってみたりとか、あ、別に一問一答やるのは悪いわけじゃないんですけどねっていうのがあって、で浪人時代はどうでしたか？浪人時代はそこで結構基礎は固まったんで、そうですね、もうあとは河合のテキストに沿ってやっていった通試をもう一回ちょっと抑え直そうっていう感じで、うんうん、日本史に関しては本当に東大は条件文が出されてそれをまとめるみたいな作業が多いんで、うん、日本史はそんなになんか浪人時代に単語をもう一回覚え直したとかはないです。はい、でも現役時代は流れを抑えるのにだいぶ時間かけちゃって、その論述の練習が全然できなかったんですよ。でもあの浪人時代はすごいその知識は全部持ってるんで、あのずっと論述の演習をずっとやってました。なるほど。じゃあもう書いて塾の先生見てもらって、でどう書いたらいいのかっていう、その質を高める作業をずっとしてました。うん、確かに、はい、僕もですね、自分の話して申し訳ないんですけど高校2年生までに大体範囲を終わらせて、で高3はずっとあの添削をしてもらってたんで、多分その方針すごく良かったんじゃないかなと思います。はい、逆に言うと、まあ、細かい知識とかは一応なんか復習とかは、もちろんしてます。はい、復習しながら、まあ、知識をキープしてという感じ で、はい、ちなみにセンター対策とかは、はい、もう直前に過去問を解いてだけでしたか？やっぱ現役時代はとりあえず流れを抑えようっていうので、文化史をちょっとほったらかしにしてて、はいはいはい、であの現役の時はセンターはそこでちょっと落としすぎたんで、浪人時代は直前に文化史と、あともう現代史、あの戦後ですね、はいはいはい、戦後とかあたりをセンター前は重点的にやって過去問やりつつみたいな感じでした。なるほどですね。ちなみにセンターは何点でしょう、最終的に。日本史ですか。はい、日本史は86。ああ、どの辺で落としちゃった感があります？ね、世界史の方にちょっと単語とかは時間を取られてたんで、はい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 、
やっぱ細かいところで落としちゃったみたいな感じですね。なるほどですね、はい、じゃあその話題の世界史でございますけれども、はい、世界史のその勉強のスタートはどんな感じからこう世界史も日本史と一緒でまず書き込み教科書で山川 はい、そうです、流れと単語を押さえて、うん、世界史の方はちょっと早めに終わって9月ぐらいにも通信は終わらして、ただ世界史に関しては9月ぐらいで通信は終わったんですけど、そこで実践模試があって、そこで全然点数取れなくて、うん、でそれを先生に聞いたら、あの単語は覚えてるけどつながりが見えてない、まだ見えてないって言われたんで、そこからは書き込み教科書から普通の教科書に切り替えて、ほうほうほう、であと山川の教科書と東京書籍を、およくご存知で僕も2冊使いでした、はい、東京書籍と、はい、でそれを先生が通信の授業プリントを配ってくれて、だそれがなんか通信は全部押さえてるけど要素要素でちょっと単語は抜けたりしたんで、うんうんうん、それに教科書を2冊同時に読んでいって足りてない部分をそのプリントに書き写してみたいなのをやってました。そうですね、そうですね、いや、さっき嬉しくなっちゃいましたそう、あの世界史結構あの突き詰めていく結構マニアックな先生だと山川もいいけど東京書籍でもいいよねって多分で言ったりしてくれるんですよね、はい、うちの学校はその二大派閥に分かれてて、あ、二大派閥どちらかみたいな、なるほどなるほど、だから、まあ、使いながら、はい、高3の時にもう両方配ってくるんですよ。あ、そうなんですね、教科書で、はい、すごい手厚いですね。僕なんか本屋で買いに行った場合ありますもん。そう、あのままはありましたけど、で、はい、じゃあまあそれである程度知識を確認しつつ、はい、でもうその辺でもセンターぐらいになっちゃいましたか。そうですね、ただ世界史に関してはあの、まあ、東大も単語が必要なんで、もう両方センター対策しつつ東大対策しつつみたいな感じで教科書を読んでましたね、うん、なるほど、はい、東大対策としては、はい、じゃあ、まあ、教科書の読み込みがもうメイン。そうですね、あの、うん、本当に読み込みもあのもうなんか横の脚注みたいなのも全部読んでいってみたいなすごい、それを2周した、はい、2周して、はい、結構大変ですよね、はい、で、まあ、実際現役の時の点数ははセンターセンター、じゃあセンターは、80後半やった気がします、うん、まあまあ取れて、はい、2次はどうでしょう。2次は、38点、お、はい、かなり高いですよね、まあまあ、でまあ浪人チェーン入って、はい、結構ね点数また高まった状態でスタートしますけども、まあですね、はい、どうでしたか勉強は。そうですね、河合塾は結構テキストがあの次第も考慮に入れたテキストなんで、ほうほう、ちょっと単語も難しめのがちょっと入ってるんですよね。なるほどね、はい、うん、でだからあの世界史もやっぱどんどんやり込んでいくと好きになってたんで、現役の終わりの方はだからもうちょっとやり込もうっていうので、その河合の、まあ、東大には出ないかもしれないみたいなちょっと細かい知識まで入れていってみたいな、はい、そこに結構時間を割いて、はい、でもそしたらなんかだいぶなんやろ、その時代を把握する力みたいなのがだいぶ深まった感じで、いや、すごい今大事なポイントを多分おっしゃってくれて、はい、僕あの以前の動画で話したんですけど、まあ、要は暗記することっていうのがあって、その暗記することをとりあえずよく分かってなくても単語だけでも入れれば実は後から理解が深まってくることもあるよっていう話を実はしてて、はい、もちろんあの理解を伴って暗記するのは一番いいんですけど、本当に何も分かんないときはとりあえず100語ぐらい全部覚えてみると意外とそこからつながりとか新しい知識を見えてくるよって言ってて、多分それに結構近い感覚だったんじゃないかなというふうに思いますね。であとは河合塾通いながら論述の方もやってもらって、はい、そう、世界史も日本史と同じでもう現役時代できなかった論述の演習をめちゃくちゃやりまくってみたいな感じで、うん、なるほどですね。じゃあ特に新しい教材とかは浪人では使って、ではそうですね、あんまり河合のテキストを新しくやったぐらいですかね、うん、なるほどですね、はい、やっぱりそうですね、日本世界史ってやっぱこう一個が重いじゃないですか、はい、でしかも東大の場合両方やらされるということで思いながらもその参考書を積み上げていくというよりはやっぱりより実践的な、例えばその、うん、論述を添削してもらうとかそういうところですね、あとはちゃんと決めた塾のテキストをしっかりやり込むとかっていうことができたのがやっぱり良かったんじゃないかなと思います。浪人時代の世界史のセンターは何点でした。センターは、94ですかね。めちゃめちゃいいっすね、はい、めちゃめちゃいいですね、素晴らしいですね、まあ、まだちょっとね2次はね得点開示が出てないんでまだ分からないですけど、多分でもね手応えどうでした。は40後半ぐらいあるんじゃないかなって感じです。日本史は、日本史は
いやちょっと失敗して、はいはい、まあ、去年よりちょっと高いかなぐらい。なるほど、はい、まあ、でもね両方合わせてそうすると80点ぐらい、まあ、めちゃめちゃ十分な点数ですよね。はい、ということで、まあ、あくまで手応えなんで、まあ、開示してみて分からないですけども、はい、でもそれぐらい取れたということで、はい、素晴らしい勉強があったんじゃないかなというふうに思います、はい、あとちょっとおまけで聞きたいんですけど、はい、なんか英語とか数学とか国語、はい、まあ、古典でもいいんですけど、はい、なんかちょっとやってよかった参考書とかあれば、はい、ちょっとちらっとでも紹介してもらえたらと思うんですけど、英語は東大受験生だったら多いと思うんですけど、なんか英語は結構ノリで やってなんか点数取れるみたいな人が多分ちょこちょこいると思うんですけど、ノリでやって僕もちょっとそのタイプで、ただなんか出産を使ってて単語を入れ直しただけで全然読むスピードとか理解度が全然高まったんですね。お、単語やっぱ基礎欠かせない、はい、シスタンの普通のあれですか？あ、もう普通の青いやつ、青いやつで、あ、はい、なるほどですね。今ね実は改訂されて、ああ、ね、ちょっと大人っぽくなってますけども、はい、じゃあシスタンもやってらっしゃって、はい、ちなみに鉄壁手出しました？鉄壁は顔だけ買って、あ印税はしっかり払って、印税は払って新品のものあるあるっすね、はい、でもそうなんですよ、あのね、これも本当余談なんですけど、うん、鉄壁やれば〇〇大学受かりますかって質問すごいいただくんですね、はい、で多分鉄壁好きな方たくさんいるんですけど、はい、まあ、まあ買ってはいるけどやってはないということで、はい、全然やらないで東大入ってる人もたくさんいるんで、はい、まあ、鉄壁が全てではない、はい、あ、別にいい本ですよ、僕も何度もレビューしてますしね。単語帳は何やろ、なんか種類じゃなくて、ほんでその一冊をどこまでやるかっていうそこだと思う。はい、最高の回答ありがとうございます。というわけでですね、皆さんも、まあ、英単語帳とかね、まあ、これから勉強始める人多いと思いますけれども、はい、まあ、うまく使ってね、はい、まあ、選ぶのはね好きなもの選べばいいんで、うまく使っていくということを心がけてください。はい、はいはい、というわけでね、今日はヨシさんの、社会勉強法を伺いました。ぜひ皆さんも勉強の参考にしてみてください。それでは今日はヨシさんありがとうございました。視聴者の皆さんも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。